こんにちは。ウコンやオイランダンサーのともみつとまほです。今日は浴衣の着付けを紹介するね。まずは下準備をしていきます。襟元の美しさのために襟芯を入れていきます。着物の内側のこの掛け襟の部分、ちょっと糸を切っていただくと襟芯を入れることができます。ここに入れていきますよ。入れなくても大丈夫です、浴衣の場合は。でも入れるともっと綺麗です。次に体の補正をしていきましょう。女の人の体って曲線でできてます。でも着物はそれを直線に近づけた方が美しく切れます。ウエストのへこみとお尻の上のへこみ、ここを補正していきますね。皆さんお家にあると思います。手ぬぐいサイズのタオル、これを今日は使っていきます。まず背中のへこみを補うためにちょっとね厚みを出します。それを覆うようにしてウエストのへこみを補っていきます。ちょっと持っててもらいましょう。ここはあくまでも軽くキュッてしないでいいですよ。こんな感じで体の凸凹を補正してあげます。はい、こんな感じです。では着物着ていきましょう。はい、どうぞ。お着物はね、緩み、たるみ、シワ、これを全部排除していきますよ。まず最初に着物の長さの調整をしていきます。浴衣の左側を使って体の幅を覆える長さ、体の幅の同じ状態ね、測ります。これ余り、これをぐーっと体の中に入れて、ここでつまを上げます。ぎゅーっと裾すぼまりになるようにつまを上げています。で、かぶせて、ここもぐーっとつまを上げていきましょう。ポンと押さえて腰紐をしていきます。お客さんに対して着物が長すぎる場合は上の方ね、短い時は下の方。はい、ここでちょっと丈の調整していきます。着物の丈が決まりました。じゃあちょっと後ろを向いてもらいましょう。こういうね、シワもいちいち取っていきましょうね。緩み、たるみ、シワのない着姿を作っていきましょう。 OK です。次にですね、宮津口からちょっと失礼して手を入れまして、襟合わせをしていきます。後ろ向いていただいて、後ろの端折りもまっすぐにきれいに整えていきます。この時エモンをちょっとだけ抜いてあげた方が色っぽいですね。私たち日本舞踊の団体なので結構抜いてあるのが好みです。皆さんお好みでげんこつ1個分ぐらい抜いてあげてください。はい、前向いてください。この時きっちり背中心は真ん中ですよ。で、ここのもたつきを取るためにこの中の端折りを上に処理してしまいます。ここをしっかり持って、ここを支点にして上に託し上げます。これによってここのお端折りが一重になりますね。もたつきを解消できます。そうです。しっかりお鼻、顎、交点まっすぐなるように確認してから胸紐を締めます。ここでシワやたるみをきれいに取っていきましょう。後ろもシワきれいに取ってください。タックを取るといいかもしれないですね。定でございます。前の端折りもきっちりまっすぐにしておきましょう。はい、これでお着物が切れました。着物が切れたところでお端折りの調整をしていきます。帯幅から指1本分ぐらいが適当な長さですね。長い場合は上に上げてしまってください。お端折りきれいにまっすぐちょっと持っててください。はい、ありがとうございます。そのままちょっと後ろを向いていきましょう。後ろもきれいにまっすぐ。そして最後こことここが合うようにね。はい、今度は裂いていただいて、ここでだて締めをしてしまいます。まっすぐなお端折りができました。次、帯に行きたいと思います。今日基本のお文庫でいきます。はい、帯板を出ていただいて1巻き目ですね。手先肩幅強を取ります。2巻き目、2枚をきっちり重ねた状態で一締めします。ぎゅー、苦しくないですか？はい、大丈夫です。はい。そしたら手先がこちら手先、垂れ先、手先が上で一結びしましょう。ぎゅー、立てる。これで締まります。手先は帯幅の半分に折っておきます。ちょっと持っててね。ここで折りボン作っていきます。今日は可愛い折りボンにしたいので外畳していきますね。こういう形です。外畳です。もう一回いくよ。タン外畳してます。きっちり根元までひだを取っていきます。今日はね M 字に取ろうかなと思ってます。どっちでもいいです。浴衣の帯結びはご自由に楽しんでください。ひだを取りました。手先をぐるーっと戻して結び目を下から上に通します。こうね、ひと締めします。もう一度きれいに通して体と帯の間、ここに収納していきます。可愛く羽を広げましょう。かわいい。よし、あらかわいい。素敵ですね。早いでしょう。これで完成です。みんなも浴衣を着て夏の気分を味わってね。ウコンや花魁ダンサーのともみつとまほでした。 See you! バイバイ。